どうも皆さんこんにちは。寺島まほろです。5月の断菊祭で尾上まほろとして5月に初舞台を踏むこととなりました。どうぞよろしくお願いします。女の仕草を勉強してっておっしゃってましたけども、具体的にどんな仕草を勉強しましたか？例えばこの女の仕草は誰から学んだんですか？誰に教わったんですか？玉三郎さん。剣術使いなので、なんか女形の踊りとかでもちょっと男を出したりとかっていう。一人で取材受けるっていうのは今日は初めてだと思いますけど、気分としてはいかがですか？普通に言うと思う。緊張したりはないですか？ないです。戦争ビジュアル撮られたかと思うんですけれども、どんな気持ちで撮られていましたか？結構しんどかった。それは衣装が重たかったからですか？いや、この例えばポーズとかが何枚もいろんなポーズで撮る。この、ポーズはちょっとやっていて、体が大変だったりしました。はい。女形の方はやっていて、どうですか？女形は男よりもなんかガッて開かないでいいから、このままで腰折るだけでいいから、ちょっとは楽。ちょっと女形の首がないみたいになっちゃうから、もうちょっと顎上げれば。ミタリの立ち役の腰が多い。おかしいこと言わせますね。今と同じポーズ。やらせますね。でそのまんまください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあそのままお願いします。ありがとうございます。こちらこちら、じゃあそのままでお願いします。ありがとうございます。こちらもお願いします。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。